アリサです。今回はニコプチに引き続きアリサのスケズビアでニコラ2月号を紹介していきます。じゃじゃーん、表紙を飾っているのはミヤちゃんとしおりちゃんです。お正月だから着物を着てます。かわいい、アリサもこういう着物着たいな。ティアラチャンネル。それでは早速付録を紹介していきます。付録はお年玉付録、ピンクラテの韓国ガールコスメ3点セットです。それじゃあ開けていきます。ちょ、結構大きいね。3点セットだそうです。開けます。じゃあ開けます。3、2、1。オルちゃんという感じがして可愛いです。じゃあ一つずつ紹介していきます。可愛い。じゃじゃん、これはピンクラテ韓国ガールコスメ3点セットのチーク&リップハート型、チーク&リップハート型です。これはね、真ん中にハートの真ん中にハートが書いてあって黒色のロゴで可愛いです。で、色はじゃん、おしゃれなレッドです。どんな感じだろう。あ、結構取りやすい。次がこれ、じゃじゃん、ブルーリップグロスです。これは大人世代にも人気なブルーのグロスです。結構キラキラしてる、オーロラカラーだね。じゃあいくよ。お、とってもいい香りがする。わかる？結構キラキラしてるの。みんなも買ってみてね。じゃあ最後がじゃん、アイシャドウパレット。これは6色もあって流行のキラキラ目元にすることができます。お、あ、ここにね、わかる？ピンクラテって書いてあります。ピンクラテ、これはね、かわいい。ということで、今回はアリサがニコラ2月号を紹介しました。このメイクを使ってお正月を楽しく過ごしてみてね。